ちょっと行ってくるわ。鋼の錬金術師、最後の錬成にな。皆が守るべき命令は一つ、死ぬな。あいつらが意図的に内乱を起こし、罪のない民を死に追いやったのか。絶対に許さん。私は人間になりたいわけではない、完全な存在になりたい。まだ君には利用価値があるということだ。撃て！賢者の石、ホムンクルス、キングブラッドレー、お父様、そして約束の日。どちらかが滅ぶまで憎しみの連鎖は止められん。必ずお前のところに戻るからさ。求め続けた体と引き換えに、兄弟が出した答えとは。クソ人間が。立てよ、ドサンリュー。俺たちとお前との格の違いってやつを見せてやる。鋼の錬金術師完結編、二部作連続公開。誰も俺たち兄弟に諦めろって言わなかった。あとは兄さんを信じる。やめろー！